皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、ちょっと朝起きた時にちょっと綺麗な光が差してて、まあ、雨上がりだったんで、この雨上がりの中で写真撮ったら面白いの撮れるかもしれないなっていうふうに思って、ちょっと久しぶりにスナップ撮影に行ってみました。はい。で、今回使ったのはソニーの α7M4 と 35mmFE35mmF1.8 のレンズをですね、まあ、使って撮り歩き、まあ、動画も一緒に撮りながら撮影してみましたので、よかったら参考にしてみてください。はい。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい。ここの辺にですね、ちょうど逆光、ここ逆光なんですよ。で、ここにちょっとですね、いろいろ花かな。でこの辺ちょっと光が当たっているところをちょっと利用しながら、撮影をしていきたいと思います。こういうですね。これをですね、F1.8 ぐらいにして A モードで背景ぼかしながら、玉ぼけをですね、向こうを使いながら、撮影していきたいと思っております。花とかあると結構面白そうなんですけどね、この辺の花とか。逆光で光が当たってるようなやつ探すと面白いんですけどね。ああいうちょっと木漏れ日が、木漏れ日というか光が差し込んでるところにちょっとある花をちょっと逆光で撮りたいんですけどね。なかなかないですね。こういったちょっと構図で、ここのちょっと水たまりを利用してリフレクションで撮影していきたいと思っております。こういう風にしゃがんで反射を利用しての撮影ですね。聞こえてるかな、車の量が多いけど大丈夫かな。この反射を利用してのちょっと撮影していきたいと思います。はい。では今度もですね、同じようにちょっとリフレクションを使って、まあ、ここの水たまりを使ってですね、撮影していきたいと思います。縦画面で撮影するのがいいかな、この構図だとですね。その辺を撮影、利用して撮影していきたいと思っております。はい。はい。で、例えば、なんかこういうなんともない、なんでもない風景あるじゃないですか。で、ここに、まあ、なんでもない、なんですかね、電柱あるじゃないですか。でも、このなんかこう、線がちょうど、こうと、こうと、なんか、綺麗に入り混じってる、この中間ぐらいの撮影をすると、面白いのかなっていうふうに思ってますね。まあ、こういったところちょっと上とか下とか探しながら撮影してみると結構面白いと思います。あとはなんかこう数打ち当たるじゃないですけども、まあ、身についたものをパッパッパッと撮っていくっていうのが結構練習としていいのかなっていうふうに思います。目ついたこういった風景を、あ、いいなと思った瞬間をパッとですね、撮っていくとかっていうところで感性をちょっと磨いていくっていう感じになります。こういう風景とかも面白いですよね。こういったところいいなって思ったところをどんどん撮っていったらいいと思いますっていう、車が多すぎて聞こえてるのかなっていう感じなんですけど。ね、こういう田舎ってやっぱり写真撮って映えますよね。面白いかなっていうふうに思います。こういったところでいろいろ撮ってみるのはですね、結構楽しいんじゃないかなと思いますね。この雰囲気とかめっちゃ綺麗ですよね。あ、このなんだろう、朝焼けで雨上がりのこのもわっとですね、蒸気が出ている感じ結構好きなんですよね。こういう動画撮ってもいいし写真撮っても面白いですよね。いい感じの場所です。はい、朝ちょっと良かった感じなんで。
はい、さっきがちょっと、まあ、35ミリだと遠すぎて画角が広すぎたので、ちょっと寄ってから撮影してみます。はい、もうちょっと寄って、まあ、太陽がギリギリ入らないぐらいがいいのかなというふうに思ったので、まあ、この辺をちょっと写真撮っていきたいと思います。はい、こういうふうにちょっとですね、橋のこういったところに手すりのところですかね、こういうふうにちょっと雨粒がいっぱいついてたので、これ撮ると面白いかなっていうふうに思ってちょっと撮影しようと思ってます。後ろをちょっと暗くしちゃった方がよりこれがですね映えるんですけどね、真っ暗な場所がないんですよね。どのやって撮ろうかな。はい、じゃあ今度はですね、撮った写真を現像していきたいと思います。はい、ちょっとですね、写真撮ってたんですけれども、まあ、雨がちょっと降り出して、なんでか最近ですね雨降ってくるんですよね、撮影してると。尺が足りなかったので現像までお見せしたいと思っております。まあ、1、2枚ちょっとやっていきたいと思ってますね。じゃあこの辺の写真ちょっとやっていきましょうね。感じですかね。ちょっとピント面浅すぎましたね。もうちょっと 1.8 だと浅すぎたね。 2.8 とかにしとけばよかったかなって思いますね。はい、じゃあ次がこの辺のリフレクションしたやつとかしようか。この辺ちょっと傾いてるやつ、まずは傾きを直して、はい、こんな感じですかね。水滴のやつちょっとやってみようか。水滴のやつはなんか白黒にしちゃった方が、はい、というわけでこんな感じで現像していきました。よかったら現像した写真と見比べてみていただけたらと思います。
はい、いかがだったでしょうか。まあソニーの α7M4 で写真を撮った時、まあ、撮って出して使えるようなちょっと設定をしております。でその中で、まあ、FL というですね、まあ、クリエイティブルックを使って撮影してるんですけども、中身はもちろんですね、ちょっと細かく設定を変えております。でそれでまあ撮ってみてっていうところの写真と、まあ、そこからさらにロー現像をしてみた写真っていうのも、まあ、実際にちょっとロー現像してみてどんな風に変わってくるのかっていうところも参考にしてみていただけたらと思います。まあ、ロー現像別にしなくてもいいよっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ、ロー現像するとこういう風に変わるんだっていうところで、じゃあちょっとロー現像やってみようかなっていうところの、まあ、きっかけにしてもらったらいいかなっていう風に思ってます。まあ、今回はちょっといろんな撮り方、こういうところにちょっと着目しながら撮ってますよっていうところを、まあ、メインというか、まあ、そういったところちょっと解説しながら撮影してますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year agoI've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.